はい、どうも皆さん、やすおです。今日ご紹介するのは、ブラックアウトゴッド。このブラックアウトっていう、その、500ml のこんな大きめのエナジードリンクがあるんですけど、それのゴッド。神ですよ、もう。神。これできっと僕は神になる。きっと何でもできるような人になれるに違いない。きっと面白い動画も作れるようになれるに違いないけど、それは分かんない。こんな感じです。パッケージ後ろにこのバーコードのとこに神様がいるんです。こうやってこうやってやってるからさ。でね、ブラックアウトコット国産でございます。画期的だと思います。あー、いいね。じゃあね、ちょっとコップに注いでいきます。色は一般的なエナジードリンクみたいなんです。モンスターとかレッドブルとかこんな感じだと、こんなね、色です。匂いはね、なんだろう、モンスターよりちょっと甘い感じがする。いただきたいと思います。なんだろうこの味。なんだろう。ブラックアウト、普通のブラックアウトをちょっと濃くしたような感じがする気がする。うん、なかなか美味しいね。これね、なかなかです、65点ぐらいの美味しさだと思います。皆さんも気になったらね、僕はドン・キホーテで買いました。よかったら買ってみてくださいな。バイバイ。